ちゃんらあんた、ミュージオダンだよ、ハブドッツドン、うん、ドン、うん、はい、うん、これ、この方、最近来られたんですね、桜井ひな子さん、ああ、ひなちゃん、ミコロヒー、2回来たよ、2回。うん、前は来たよ。どのやつね、どのやつ同じな、うん、あの、あれで、あの、2回来た。ひなちゃんよりか、ひろぴかなんか言ってた。あー、コロピってコロピかひろぴかなんか言ってた。あの人、べっぴんさんじゃな。撮影したんすか？あの、芸能人の有名人かね、お笑いの。あなた、お化粧も何にも着てる。あの、お化粧も何もせずに綺麗だ。ね、ああ、顔が。ヒコロヒーでね。整えとるわ。私あんたあそこへ行ってきてわ、タミちゃん。何やらんあ、いや、おっさんが死んどるんやけどな。ああ、あのおじさんが。同じようなことしょうるんじゃ。駅前のとこに。駅前の道がどうやいかな。ちょっと。選挙の日にあったが。マルテン。ああ、マルテン。ああ、嬉しいわ。ありがとう、言うてよ。結構あのこうやってひなちゃんが言う人が割とおるなよ、うん、知らん人もおるけどな、うん、ひなちゃんが今頃、ね、人気が出なかったね、うん、いやいや前にから、ね、前から私は今はヒコロヒーの方はそうじゃテレビに出るのものすごいよう来ているよ、うんエレナ、あの、あそこ、岩崎、あの子、池上くんがな、来たのにな、おばさん、虎なんだんじゃ、写真を。悪いの。4時間もこけおったのに。おー、言ってから言ったよ。あれは何のテレビか忘れたけどな。時代に来てな。池上さん来たんですか、うん、今でこそもう来ていろいろと出ようするな。確かにだけどもう一回食べてみてやったのラーメンあるんですかね煮とるラーメンでも会いたいな。相方はこうなんだな。相方は誰やろな。誰かあれ。あんまり売れてんねん。言いたかったけどな。大きなというかな。2軒ぐらい買うたんじゃん。あれがもうすごい。あっちのあの、倉敷の電話屋が取れないんだ。もう、むちゃくちゃ広いから、あそこの電話屋。みんなそう、やっぱそう、一つはずーっと出ていけば、あそこ。あそこはまあ、3階か4階まであんた、よそと一緒じゃ。何階の何、銀七何階でも覚えとけば。覚えとかんと。それがそこは書いてねえってわからんだし。前通るだけど、昔の無事か知らんからな、私ら。みんなに言いたげようじゃあ行くよ。駐車場しようんじゃろ、うん、駐車場なし駐車場に貸しとんで14万ですで、それで食べて行くんですよ、おっこがそりゃ安いよ、足取って10万万あ毎月入ったらいい毎月14万だけまあ、出へんか出めんか知らんよ、それ、うん、何万円とか忘れちゃった10万円14万入るんだけどそれあったら1000円それでな、家があんなの全部あるんだけど小遣いだけああ、そう、うん、こんなのそれでまだ、いやいや、いくらでもお金はあるんだけど、うん、ただな、おいっ子がそれでな、一個も仕事せんねん久しぶりの営業されたからあとあと残ってもいっぱいあるからな、まだあそこ売っただけで奥のお金になって親がおらんやん、まあそうですね、親
一人だけで。やっぱりそうなるわ。キャビン、おいっ子がな。このおいっ子がな、パチンコ場行ってこうなったんやて。ずっと今。なんでもな、取って帰るみんなな。私らだけじゃんだ、何を食べても何にも取って帰ってあの帰らんの。みんなよー取って帰るよ、あのご主張のとこ行ったら。この前ね、あそこ行ったろ、あれでも本当は取って帰らんよ、ね、全部。あの、あそこ行ったろ。ポイントを取って帰れよ、ポイントだろ。ポイント。はい、そうですね。あ、ありがとうございます。あ、まっちゃん。はい、ありがとうございます。いただきます。やっぱね、思い出の、あれですから。思い出のね。60年。あ、ありがとうございます。60年。美味しい。どうですか？美味しい。やっぱ最高の迫力ですね。え、あれですよね。本来は大体ここにバーンって1個置いてある。あ、そうですよね。銀で取って。さっきラーメンめっちゃ食ラーメンとねデミカツ食べたんでね、そこからの抹茶、うん、これまた挑むってことで、ね、おかみさんはもう。察してましたね、うん、一人で、あ、第一つを二人でみたいなね、うまい。やめる君にしてもな、どうですか、ソースとか。なんかこのオーロラソースっていうかね、うん、ケチャップソースとお好みソースとね、オーロラとどっちもうまいですよね、うん、もちもちの食感がね、うまい。850円でしたね。ねえ、もうそうそう、前へ行ってやった前へ行って6月から揚げたばあって、うん、そうそう、1000円にしたんでしょ、うん、でもまあ揚げてもね、こんだけ大きいの作るよりはね、もう25年あげてる。あ、じゃあ25年ぶりにあげたってこと。そうそう。じゃあ向こうの庭瀬の方も。庭瀬もあげとんやけどな。美味しかったね。美味しいですね。はい。はい、やんな。あ、もしもし、岩崎さん。あ、ずっとな、クロちゃんからずっと電話しようよ、私。元気っすね。そうです。ね、おいで電話してくるかと思って、マーションかと。あなた、チートはけえからな。ああ、そうか。頑張ったよ。岩崎さん、頑張った。お兄ちゃん来るならもうちょっとの間、ちょっとじゃ。30分ぐらい。あんたが言うたろう。あれの前に出た。入れたいほうよ。駐車場には絶対に車を止めないでくださいということで、はい、みゆきモダンさんですね。もうあの昔はやっぱあの若い時、あの10年ぐらい前ね、友達とよくあの大きいのを1人1個食べるというの目標でお腹をペコペコにすかして今日たんですけど、なんだか最後まで僕は食べれんかった昔のイメージがあります。意外に食べれましたね。もう一回行きます。もう一回行きますかね。またなんかちょっと今度あのゆっくり来たいなと思いますよね。はいはい、ありがとうございます。懐かしの味のみゆきモダンさん、お好み焼きみゆきさんでしたね。ジャンボお好み焼きみゆきさん、またぜひ皆さんも行ってみてください。